覚えておきたい財務諸表の指標、流動比率と ROE。 おはようございます、マサルです。今回は財務諸表の指標、流動比率と ROE について一緒に勉強していきましょう。それでは早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和4年問い28。 A 社のある期の資産、負債及び純資産が次の通りであるとき、経営の安全性指標の一つで短期の支払い能力を示す流動比率は何パーセントか。 A 50、 E 100、 U 150、 A 200。 どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は A 200が正解です。それでは解説していきます。少しだけ復習をするところから始めましょう。財務諸表とは、企業が利害関係者、ステークホルダーに対して経営成績を報告するために作成された書類の総称のことを言います。財務諸表とは総称のことであり、財務諸表という書類自体があるわけではありません。財務諸表とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書、このような書類の総称が財務諸表です。今回の問題ではこのような表が出てきましたね。この表は財務諸表でいうとどの書類に当てはまるか、皆さん覚えてますか？この書類は貸借対照表ですね。その企業の資産、負債、純資産を把握することができる書類です。別名バランスシートとも言われて、左と右の値が一緒になるという特徴があります。思い出していただけたでしょうか？今回の問題はこの貸借対照表を見ながら答える問題でしたね。では復習は終わりにして、今回の問題で出題された流動比率について勉強していきます。流動比率とは、流動負債に対する流動資産の割合を示した指標のことです。流動資産割る流動負債 ×100 で求めることができます。なお、流動資産というのは1年以内に現金化できる資産のことを言います。一般的には流動比率が 200% 以上であれば問題なし、 100% を下回っていると危険とされます。具体例で見ていきましょう。例えば流動資産として現金、預金などが3000万円あるとします。そして流動負債である借金が1500万円あります。この場合の流動比率を求めてみましょう。3000万割る1500万かける100で 200% となります。200% 以上なので、この会社は流動比率の観点から問題なしと判断することができます。一方、次の例ではどうでしょうか？流動資産が1000万です。そして流動負債が1500万円。この場合の流動比率を求めてみると、1000万割る1500万かける100で 66% になります。 100% を下回っているので危険という判断になります。流動比率という言葉を聞くと難しく感じますが、このように例を使って考えるととてもイメージしやすいですよね。では問題を見直しましょう。 A 社のある期の資産、負債及び純資産が次の通りであるとき、経営の安全性指標の一つで短期の支払い能力を示す流動比率は何パーセントか。流動資産3000万に対して流動負債は1500万です。流動資産と流動負債に注目して計算してみましょう。3000÷1500×100 で200になります。なので正解は A の 200% が正解です。では財務諸表の指標に関わる別の問題にも挑戦してみてください。 IT パスポート令和2年秋問い30。企業の収益性を測る指標の一つである ROE の E が表すものはどれか。 A 所得、 E 従業員、う企業、え自己資本。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はえ自己資本が正解です。今回はもう一問、別の問題も一緒にやってみてください。 IT パスポート平成30年秋問い24。当期純利益割る自己資本 ×100 で算出される財務指標はどれか。A ROA、 E ROE、 U 自己資本比率、 A 当座比率。
それでは正解の発表です。正解は ROE が正解です。ではここから ROE について解説していきます。 ROE とはリターンオブイクイティ、自己資本利益率のことを言います。自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標です。当期純利益割る自己資本 ×100 で求めることができます。 ROE の目安としては 10% 以上あれば良いとされて、 20% を超えると投資する価値がある優良企業と言われます。これも例があった方がイメージしやすいので、 IT パスポートの過去問を使って考えていきましょう。左が貸借対照表、右が損益計算書です。自己資本というのは返済する必要のない資本のことを言います。今回の貸借対照表の中では純資産が自己資本に該当します。そして当期純利益というのは最終的に残った利益のことですね。企業が一定の期間でたくさん売上があったとしても、原価がかかったり費用がかかったり税金がかかったり、本職の営業活動以外にお金が必要になったりします。それらもろもろを考慮して最終的に残ったものが当期純利益です。今回の場合は80万円が当期純利益です。つまり200万円の自己資本で80万円を生み出したということになります。この値を利用して ROE を算出しましょう。 80÷200×100 イコール 40% です。 ROE が 20% を超えると優良企業なので、今回の例は ROE の観点から超優良企業と言えますね。それでは問題を見直しましょう。企業の収益性を測る指標の一つである ROE の E が表すものはどれか。正解は A、 自己資本が正解です。そしてもう一問。当期純利益割る自己資本 ×100 で算出される財務指標はどれか。正解は ROE です。財務指標である ROE、 しっかり覚えておきましょう。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。皆さんは黒字倒産という言葉を知っていますか？黒字倒産というのは売掛金を回収するまでに借金を返済することができずに倒産してしまうことを言います。売掛金というのは回収できていない代金のことを言います。例えば我々がクレジットカードを使って買い物をした時、物を販売する企業としてはその場で現金を得ることができませんよね。売掛金が利益となって黒字になっていたとしても、まだ代金を回収できていないので、その間に借金の返済期限を迎えてしまうと黒字倒産することになります。財務諸表を勉強するとこのような言葉も少しイメージしやすくなりますよね。ニュースなどで黒字倒産という言葉を聞いたら、売掛金が回収するまでに借金を返済することができずに倒産してしまうことを言っているんだなと思ってください。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和4年問28、 A 社のある期の資産負債及び純資産が次の通りであるとき、経営の安全性指標の一つで短期の支払い能力を示す流動比率は何パーセントか。正解は A の 200% です。流動資産と流動負債を使って計算してください。次の問題。 IT パスポート令和2年秋問30、企業の収益性を測る指標の一つである ROE の E が表すものはどれか。正解は A、 自己資本です。 ROE に関してはもう一問出題しました。 IT パスポート平成30年秋問24、次の計算式、当期純利益割る自己資本 ×100 で算出される財務指標はどれか。正解は E の ROE です。今回は ROE という指標について一緒に勉強しました。そして黒字倒産についても勉強しました。損益計算書の中では利益が出ているのに倒産してしまうことを黒字倒産と言います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。